に。ついに。ついに憧れのお湯、ミネクラ温泉に入れるよ。私は遠藤楓。勉強、恋愛、おしゃれ、そんなものより温泉大好き女子。今日は人と名高いミネクラ温泉にやってきたの。効能、泉質は自分の体で確かめたいから、あえて詳細は入れてない徹底ぶり。今日は堪能しまくるよ。大人一人お願いします。はいよって、お嬢ちゃん一人なのかい？はい。あれまあ、こんな若いお嬢ちゃんが一人で珍しいことやな。コウコンクルンは年寄りか男どもだでの。なんせうちの湯は、って、もうおらんのかい？まあええか、入ればわかることやでの。ああ、めんどい。ったく、なんで毎日掃除しなきゃいけないんだよ。こんなの適当でいいんだよ、適当で。ちょっと、あんたたち。三輪。何サボって遊んでるのよ。全然全くこれっぽっちも綺麗になってないじゃない。ほら、窓もこんなに汚れてる。床なんて何よこれ。逆に汚してんじゃないの、あんたたち。また始まったよ、三輪の掃除文句。毎日怒ってるよな、あいつ。てか、何様だよ、あの女。ほんと使えないのね。もういいわよ。全部私が掃除するから、あんたたちは帰って。おい、三輪、そりゃ言い過ぎだろ。いやー、触らないで汚い。あんたの汚い赤が服についたじゃない。もうこの服汚くて着れないじゃないの。の？この学校に来てからずっと我慢してきたけど、もう無理。あんたたち全員汚いのよ。女子も男子も全員。息も臭い、体も臭い。なんでそんなに汚いのよ。信じらんない。一緒にいるだけで吐き気がするのよ。てめえ黙って聞いてやす。好き勝手言いやがって。近寄らないで。あんたが一番嫌なのよ、新谷。あんたは存在自体が汚いのよ。一緒にいるだけで汚される思いなの。二度と私の視界に入らないでちょうだい。ああ、もう気持ち悪い。服を捨てたいから帰るわ。なんだよあの女。おい新谷、いいのか、あんなこと言わせておいて。なあみんな、ちょっと俺に協力してくれないか。ああ、今日もあの臭い教室で一日授業か。最悪。早く卒業式来ないかしら。あれ？なんでみんないないの？おーおー、やっと登校してきたか、ミーは。新谷？何？って、男子ばっかりじゃない。他の女子はどこ行ったのよ。いやいや、男子全員でお前にプレゼントがあってな。みんな、準備はいいか？待ってたぜ。俺たちからのプレゼントで1週間たっぷり熟成させた生ゴミだぞ。